セブン・ボレアリス・ゴー・インドで解体中のセブン・イーグル・ゴー、サブ・シー・ナナは、海中でのエンジニアリング及び建設を主要事業と、する、オフショア企業。本社機能は、イギリス・ロンドンに置かれ、世界30カ国以上に拠点を持つ、オスロ証券取引所上場企業。 先進企業の一つであるアサージュ SA は、デンマークのシュトルト・ニールセンシーウェー・ CAA、スとルクセンブルクのシュトルト・ニールセン・ SA の合併により、1992年にノルウェーで設立され、1993年にオスロ証券取引所上場企業となった。他方、サブ C7 インクは、 アメリカ合衆国において、サブシー・オフ・ショアとロック・ウォーターが1999年に統合してできた、ハリバテン・サブシーと DSND が2002年に合併することで設立された。同社は2005年にナスダックの株式公開企業となり、同年事業の再構築を行っていた。2011年1月、アサージ SA はサブシー・ナナ・インクと合併し、 合併後は、サブ C7 の社名を引き継いだ上で、アサージュ SA が、株式の54%を占めることとなり、また本社機能は、ロンドンに置かれることとなり、現在のサブ C7SA となった。現在の主要株主は、シームインダストリーズで、約20%を保有する。2017年6月、千代田加工建設の破産した、子会社、 今すちよだサブシーを取得した。サブシー7の主要事業領域は以下の5つからなる。サブシー7の収益源の45%は、北海、28%は、西アフリカ、11%は、ブラジル、8%は、アジア太平洋、7%は、メキシコ湾岸からなっている。ABCD、アニュアルリザルツ2008 サブ C7、2009年3月25日閲覧。Where we operate. サブ C7SA、2019年8月1日、閲覧。サブ C7、COMPANIESHISTORY.com。2019年8月1日閲覧。AB、Company Evolution。サブ C7 ウェブサイト、2009年5月13日、閲覧。 アサージサブ C7 アグリー5.4ドル BN マージャーフィナンシャルタイムズ2019年8月1日閲覧メジャーシェアホールダーズサブ C7SA2019 年8月1日閲覧サブ C7 アクアイアーズエマーズチーオダアセッツ E&P2017 年7月3日閲覧ありがとうございます